歩きながらスマホなどを操作すると視界が狭くなり周辺の歩行者や自転車バイクなどと接触し思わぬ事故に取られるにつながります。またバイクが歩いてきたら流れに触れないため他の通行人が回避する必要があるなど学びがあります。道でスマホなどを使用する場合は道の端に寄るなど歩行者の邪魔にならない。
場所へ移動し、立ち止まって操作しましょう。アルミゴムのスマホよりも操作は絶対にやりましょう。Thank you.
決済でその後にお支払い、アプリがあるからカードを使うとすぐわかる。使いすぎにも届きてくる。クレカデビューはポスターだね。おばけバスに選ばれつつエコスカードで始めよう。
发挥啊。Because